いけてたな、今のは。今のはいけてたな。ローラー流行ってるな。まあ、同じメンバーでマッチングしてるからか、大体。楽しいな、この時間楽しいな。みんな待っててや、バリアやで。ほら、ありがとうわ。うわー、切り込んできてるな。まだ来てる来てる、あ、倒した。まあ、こんな細い塗りあんまり気にせんでもよな。よし、さあいっか。うん、あっぶね。おお、びっくりした。見えてなかった、ラッキー。よし、どうしよう。やられた。一瞬マップ 見るっていうのがなんかすごいやり手みたいな動きやったやろ。ただ今の一瞬すぎて全く何も把握できてないから、それっぽいやつみたいな画面の動きさせただけやから。なるほど、オッケー。なるほど、オッケー。何も分かってないから。敵おらんことだ。おらん。あ、カーリングゴンか。いやー、インクなかった。あと45秒。この辺でやられたらあかんだよな。あっぶねー。いやー、クソ引かれた。だからクソ、これよこれ。味方の復活。あ、やばいやばい、今回死んでなさすぎて地元の塗りが全然できてない。15秒やろ。邪魔やな、ええタイミングで。よしよし、まあ勝ってるんじゃない。やっぱ地元塗りの差も出てるよ。いや、今のマッチングいいわ。天敵がおらへんから。今の相手方に天敵がおらへん。ずっとこの部屋におりたい。やっぱ射程が短いから、射程長いやつとか、こっちからの攻撃が届かへん、高台から撃ってくる相手とかがおったらしんどいけど、あんまり高低差もないし、ローラーいっぱいおるから快適。すごいうまいように見えてるかもしれへんけど、ただ天敵がおらへんだけ。さあ、しかし腹が減ってきたな。3時間ぐらいで終わろうかな。よし、よいしょ。だってこの多分上のアイコンが虹色に光ったら多分ゲージ溜まったってことだよね。やっぱ誰よりも早いもんな、ゲージ溜まるのが。もう一人取ったと思うけど、あ、合ってる。よし、やっぱゲージ増えるのが早くて、でほぼこれ多いな、ゴム投げたい時にインク不足のパターン。よし、ほぼ無駄にならへんから、マリアがまた倒す、飛んでくるやつ倒す。よし、はい、バリア。自分のバリアもまだ乾ききってへんうちから。オッケー、よし、帰ろう。やりすぎひんことや。よし、でも閉じ込めよう、この空間に。危ね、前に出られへんようにしてしまえば OK や。ポイントにならんか。濡れるとこ求めてやっぱ行くか。やばい、来てる。やばいぞ、やばい、やめて。ああ、バリア効いた。そしてもう一回バリア、絶望。あれは天敵やな、あの状況天敵やな、ほっとこう。オッケー。大人の猫が子供の猫をひたすらいじめてる映像。よし、じゃあこれラストにしようと思います。やっぱ対戦ゲームは勝てるやつには勝てる、勝てへんやつには勝てへんやから。上なんか見たら無限におるからね、強い人、上手な人は。ほんまに調子に乗らへんことやね。配信してるから、表向きは調子に乗る発言するけど、心の奥底では浮かれないようにお願いします。フレンドはとりあえずよく分かってないんで募集してないです。この試合終わった後、ちょっとこのフレンドのシステムについてよかったら教えてください。そのスイッチのほんま早い。俺のこのゲージのたまり。歩き速度アップも生きてるかもな、結構。どのぐらい上がってんのかイメージ分かってないけど。得意のインク不足。よいしょ。オッケー、いいですね。はい、バリア。味方のバリアがまだ生きてるかどうかみたいなアイコンは出えへんだよな。それが出たらもっと有効に使えるのにな。強すぎるか。どこ行った？あれ消えた。死んでる。近い。やばい、これはか。バリアがやっぱすごい使えるんじゃないかな。バリアは強すぎひんか。強すぎひんかというか、無駄がなさすぎる。あとローラーの人一人、俺が見るたびにインクカスカスになってんねんけど。俺が見るときいつもカスカスのローラー持ってるんやけどな。いや、裏からいけんかった。よっしゃ、相手方のピンチって出てんのか。よっしゃ、染めよう染めよう。留守になってない？留守になってない地元。あ、死んだ。後ろにおったのに。どうや？ん？まあ大丈夫か？ラストやで。よいしょー、よかった。ああ、よかったよかった。あ、調子ボーナス4500やって。終わりましょう。はい。じゃあ、そういうことで。ありがとうございました。お疲れ様でした。また、やるときよろしくお願いします。